私が活動している女性のための釣りコミュニティ、釣りガールの仲間と一緒にクロダイ狙い。クロダイ狙いは初めてですが、頑張ります。釣りガール公式インフルエンサーのゆりです。ちょっと喉がやばくてすいません。酒焼けですか？酒焼けです。ごめんなさい。いつもバス釣りなんですけど、今日はクロダイ、まあ、2回目、3回目、4回目ぐらいなんですけど、ちょっと釣れるように頑張ります。あと今日に喉治ってます。よろしくお願いします。こんにちは。釣りガール公式インフルエンサーのユミティです。まだ湘南に来て、ちょっと釣り始めて1年目なんですけど、今日はちょっとクロダイに挑戦したいと思います。お願いします。的に言ったらこれぐらいが使いやすいと思う。これぐらい。これは大きい。これぐらいの貝と、あとサイズはもうちょっとちっちゃいのと大きいのといっぱいあるんだけど、それは釣れてるサイズによって、と語りが多いからこのサイズの貝使おうみたいな感じで、この中から選んでほしいんだけど、はい、で、取るときに、なんかさ、貝ってこうやってみんなこうやってくっついてるじゃん。わしゃ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 って。で、このさ、貝の根元にこのヒゲがあるでしょ。こうやってくっついてるの見るとさ、根元にヒゲが出てくっついてるんだけど、この貝が使いたかったらその貝のヒゲを大事にしたい、だから例えばこの貝が使いたいなと思ったら、こっち側の平たい方からヒゲが出てるから、こっちの平たい方を大事にしてたって、他のをとちぎっちゃう感じで取るとこのヒゲがついてくるから、こうやって、でこのヒゲが結構大事で、このヒゲに針をこの貝から出てるじゃん、こうやって絡める、何回か2回とか3回とか手つけてあげるとこういう感じ、貝の根元に針が出てくる感じで、この状態だと魚は針も餌の一部だから全部食べるから、食べたら針があるからかかりやすいから、中に埋め込むスタイルとかいろいろあるんだけど、このヒゲがあるときはヒゲに一生懸命かけてあげる方がいい、ね、このヒゲ自体はこいつらはこのヒゲで岸壁に捕まってるからすごい強いから取れないんですよ、取れない、昨日の回だから取れたことない、こうやって振り回しも取れないから、こんだけ振り回し取れないってことは結構強いからさ、でこの状態で投げたりと食べたら針が、なるべく貝に近い方に針を持ってくるように努力した方がいいと思います。大量だ。これぐらいあったら300枚ぐらい。あとは釣り系の問題だわ。あダメなやつだわ。だ。お見事、1枚目。初めてのクロダイ釣れました。オッケー。はい、どんな感じ？いい感じです。食リポできないタイプだ。はい。4本バランスでやっと1本取りました。やったね。噛まれました。すげえちっちゃいじゃねえか。幼児虐待だよ。幼児虐待。幼児虐待だわ。ごめんだわ。もう上がっちゃうよね。もう上がっちゃう。あ、大丈夫？動画撮りながら保つってなかなか難しくない？クロダイ。おはようございます。
か。ありがとうございます。はい、おめでとう。イエーイ。いいサイズだね。で、何匹目ですか。3です。やったね。で、近い。はい、やりちゃおうか。真ん中真ん中。そこかい。巻いてる巻いてる。どうしたどうした、ゆっくりでいいぞ、ゆっくりでいいぞ。もう巻かない、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 もう巻かない。釣れるね、よく釣れる。はい、取り残されてまーす。今日は釣りガールと初めてのクロダイ釣り、楽しむことができました。これからも釣りガール仲間との動画たまには出してねっていう人はグッドボタン押してください。チャンネル登録もお願いします。釣り子 TV のみみこすでした。バイバーイ。